たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く。キャシャーンがやらねば誰がやる。響けキャシャーン、叩けキャシャーン、砕けキャシャーン。噂に聞こえたすごいやつ、キックアタック、電光パンチ。生まれ変わった不死身の体、ハンドロ軍団倒すまで、燃える怒りをぶちかませ、リンダージェット。心臓人間キャシャーン、キャシャーン、キャシャの団長ブライキングボスは、次々にロボットを製造し、市街地をほとんど占領した。これに対して政府には何の対策もなく、兵器の製造もアンドロ軍団のロボット製造に比べてはるかに劣っていた。この上はアンドロイド以上のロボットを作り、アンドロ軍団壊滅を図るほかありません。しかしロボット工学の権威東博士が行方不明の今日、その望みも薄い。博士には哲也とかいう息子がいたらしいが、それも行方が知れないそうですな。そうです、東博士とその家族も行方が知れません。この写真が東博士のご家族です。あの女の子は家族じゃないらしいが。その頃、キャシャーンが徹夜だった頃の幼なじみ光月ルナは、東博士と共に姿をくらました徹夜を探していた。なぜ黙って消えたのか、ルナにはその理由が分からなかった。哲也さん、哲也さん。
したの？その姿。会えてよかった。どうしたのかと探してたのよ。俺は徹夜ではない。え？徹夜なんて俺は知らない。そんなダッキー。そう、いつも徹夜さんといたラッキーは死んだのね。この犬はフレンダーというロボット犬。そしてこの俺も徹夜じゃない。世の中には似たやつも大勢いるさ。でもこんなところにいつまでもいては危険だ。君の家まで送っていこう。さ、ここはキャシャーンの父、東博士の友人で世界的電子工学の権威、光月博士の家である。ただいま、お父様。もう帰ったか。心配してたぞ。お父様、私ロボットに襲われたところ、助けていただいたの。ん？おお、哲也君じゃないか。さあ入りたまえ。服装が違うんでわからなかったよ。君は無事だったのか？お父さんも行方不明だと聞いていたんだが。僕は哲也ではありません。どうやらお二人とも人違いなさっていらっしゃるようですね。人違いだって。わしは君のお父さんの東博士とは無二の親友だ。わしに隠すことはない。訳があったら言ってくれ。東博士などという人は知りません。じゃあ君は一体誰なんだ？キャシャーンと言います。キャシャーン。見れば見るほどよく似ておる。だがそういえばどこか違うような。君はどこから来た？ご両親はどうした？いや、その隣の町です。両親はアンドロ軍団に殺されました。そうか、それは気の毒に。悪いことを聞いてしまったな。博士、あれは？おう、これか。これはマグネチックフィールド銃、つまり MF 銃というんだ。 MF 銃？これさえ完成すればアンドロイドの電子頭脳は一発で破壊できる。もちろんロボットも間違いなく倒せる。え？これはまだ実験の段階だが、完成すればアンドロ軍団に対する強力な武器になるだろう。この通り、まだ携帯用とまではいかんが。アンドロ軍団が感づいたらしいな。フレンダーが逃がさなければいいが。逃がしてしまったらしい。構わん、どうせここはいずれわかるんだ。すでに秘密の隠れ家を用意してある。隠れ家？何？光月博士？はあ、スパイロボットの報告によりますと、その MF 銃の威力といったら、完成すれば我々はひとたまりもないとのことです。光月博士といえば電子工学の権威だ。MF 銃とやらが完成せぬうちに手を打つ必要がありそうだ。バラシンな。
おそらくも行方をくらましているだろうが、お前はサグレーと軍団を率いて光月を殺せ。そして奴から MF 銃を奪うのだ。この教会の地下に光月博士は実験室を移した。そこは MF 銃を完成させるにはもってこいの場所であった。あの凶暴なアンドロ軍団を倒すにはこの MF 銃しかない。博士の実験は一日も早い完成を目指して日夜続けられていた。悲しい音だわ。こんな教会の地下に研究室があるとは、さすがのブライキングボスも気づくまい。見渡す限りの廃墟ね。君はアンドロイドが憎いか。あなたは憎くはないの。そりゃこれが私たちの思い出の街かしら。哲也さん、やはり哲也さんかしら。哲也さん、待って。哲也さん。俺を試しても無駄だ。そう、そんなつもりじゃ。つい呼んでしまうの。食べて。せっかくだが食べたくない。体に悪いわ。本当に食べたくないんだ。だってあなたはアンドロイドじゃないのよ。食べなきゃ死んじゃうわ。くどい。ごめん、俺は本当に今は食べたくないんだよ。俺はもう食べ物の味も鼻の匂いもわからない心臓人間なんだ。哲也さんじゃない。私の知ってる哲也さんはもっと優しい人だった。フレンダーはお前だけだ。俺の気持ちが分かるのは。俺が心臓人間と知ったらルナはきっと驚くだろうな。そうか、お前は口が聞けなかったな。俺は寂しいんだ。ルナと昔のように楽しく遊びたい。だが俺と一緒にいればルナに危険がつきまとう。俺はどうしたらいい。よくブライキングボスのところから抜け出してこられましたね。ええ、いつもスワニーをそばに置いて話そうとしないのです。それよりキャシャン、ボスは光月博士の発明した MF 銃を狙っています。え、 MF 銃を。早く博士の行方を見つけて助けなくては。町の教会にいます。ルナにも会いました。それではあなたは自分のこと。いいえ、僕が人間でないことを知ったらルナはどんなに悲しむか。僕は誰にも自分のことを明かしたくない。辛いでしょうね。
行かなくては。奴らは町を焼き払って光月博士を探し始めました。フレンダーガために戦う。キャシャロンだ。行くぞ。流星キされたのか。あ、申し訳ありません。軍事部長のくせに何をしておる。あ、しかし人間にあんな強い奴がいるとは、人間にしておくのはもったいないです。何を感心しておる。お前もお前だ。 MF10 が完成すれば大変なことになるんだぞ。頭を使え頭を。光月には娘がおるはずだ。娘を探し出し、光月の居所を吐かせるのだ。そしてキャシャーンとかいう小僧は見つけ次第やっつけろ。やるぜブラッキー。誰か助けて。誰か。ルナだ。出て行って戦えば、俺が人間でないことが分かってしまう。あっ、あルナ、路地に逃げろ。私の名前を知っている。はい。キャシャンめめ、よくも部下を分解してくれたな。今までの礼をたっぷりさせてもらうぞ。早く逃げるんだ。やれ。徹夜さん。キャシャーンはルナに人間でない自分を見せたくなかった。
戦えば自分がアンドロイドであることが分かってしまう。キャシャーンはルナの悲しみを見たくなかったのである。その辺でいいだろう。とどめを刺してやる。味方をしおって叩き壊せ。塩づきを引けせ。これで俺強肩ロボットめ。分かったかい。俺にはもう人間の血は通ってないんだ。 あなたは徹也は死んだんだ。アンドロイドを倒すために生まれ変わった俺は心臓人間キャシャーンだ。そんなあなたは徹也さんよ。そうよ徹也さんよ。この足、この体、この手、いいかよく見るんだ。これが人間にやれることか。徹夜にこんなことができるというのか。俺は人間ではない。これだけ言えば十分だ。あなたが徹夜さんでないなんて、そんなこと言わないでお願い。人々を救うために俺の生きる道はこれしかなかったんだ。君とももうこれでお別れだ。徹也さん、待って。あなたがたとえ心臓人間になっても徹也さんは徹也さんよ。友達に変わりはないわ。私も一緒に戦う。ねえ、戦わせてお願い。ルナ、聞くんだ。ブライキングボスは光月博士を探している。君はお父さんと早く安全なところへ逃げるんだ。いやよ、もうすぐ MF10 が完成するのよ。決してあなたに迷惑はかけない。一緒に戦うわ。お願い、戦わせて。俺は君を危険な目に遭わせたくないんだ。分かってくれ。どんなことがあっても私、ダメだ、俺のことは忘れてしまうんだ。俺が人間にやれることか。俺は人間ではない。俺の生きる道はこれしかなかった。やっとの思いで完成させた MF10、 それがアンドロ軍団に奪い取られてしまった。そして
ルナもまた敵側の捕虜となってしまうのだった。キャシャーンはスラニーからの知らせを受け、アンドロ軍団の本拠に乗り込んだ。しかしそのキャシャーンの胸にも MF 銃の銃口が迫る。絶体絶命のキャシャーン。次回、心臓人間キャシャーン、 MF 銃に怒りを込めろをお楽しみに。